テサロニケ人への第一の手紙第一章パウロとシルワノとテモテから父なる神と主イエスキリストとにあるテサロニケ人たちの教会へ恵みと平安とがあなた方にあるように私たちは祈りの時にあなた方を覚えあなた方一同のことをいつも神に感謝しあなた方の信仰の働きと愛の労苦と私たちの主イエス・キリストに対する望みの忍耐とを私たちの父なる神の御前に絶えず思い起こしている。神に愛されている兄弟たちよ、私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っている。なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたとき、それは言葉だけによらず力と聖霊と強い確信とによったからである。私たちがあなた方の間でみんなのためにどんなことをしたか、あなた方の知っている通りである。そしてあなた方は多くの患難の中で聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れ、私たちと使徒に習うものとなり、こうしてマケドニアとアカヤとにいる信者全体の模範になった。すなわち主の言葉はあなた方から出て、ただマケドニアとアカヤとに響き渡っているばかりではなく、至るところで神に対するあなた方の信仰のことが言い広められたので、これについては何も述べる必要はないほどである。私たちがどんなにしてあなた方のところに入っていったか、またあなた方がどんなにして偶像を捨てて神に立ち返り、生ける誠の神に仕えるようになり、そして死人の中から蘇った神の御子、すなわち私たちを来るべき怒りから救い出してくださるイエスが天から下って来られるのを待つようになったかを彼ら自身が言い広めているのである。テサロニケ人への第一の手紙第二章。兄弟たちよ、あなた方自身が知っている通り、私たちがあなた方のところに入っていったことは無駄ではなかった。それどころかあなた方が知っているように、私たちは先にピリピで苦しめられ、恥ずかしめられたにもかかわらず、私たちの神に勇気を与えられて、激しい苦闘のうちに神の福音をあなた方に語ったのである。一体私たちの宣教は、迷いや汚れた心から出たものでもなく、騙し事でもない。かえって私たちは神の信任を受けて福音を託されたので、人間に喜ばれるためではなく、私たちの心を見分ける、神に喜ばれるように福音を語るのである。私たちはあなた方が知っているように、決してへつらいの言葉を用いたこともなく、口実を設けてむさぼったこともない。それは神が証ししてくださる。また私たちはキリストの使徒として重んじられることができたのであるが、あなた方からにもせよ、他の人々からにもせよ、人間からの栄誉を求めることはしなかった。むしろあなた方の間で、ちょうど母がその子供を育てるように優しく振る舞った。このようにあなた方を親しく思っていたので、ただ神の福音ばかりではなく、自分の命までもあなた方に与えたいと願ったほどにあなた方を愛したのである。兄弟たちよ、あなた方は私たちの労苦と努力とを記憶していることであろう。すなわち、あなた方の誰にも負担をかけまいと思って、日夜働きながら、あなた方に神の福音を述べ伝えた。あなた方も証しし、神も証ししてくださるように、私たちはあなた方信者の前で、信心深く、正しく、責められるところがないように生活をしたのである。そしてあなた方も知っている通り、父がその子に対してするように、あなた方一人一人に対して、御国とその栄光とに召してくださった神の御心にかなって歩くようにと、進め、励まし、また諭したのである。これらのことを考えて、私たちがまた絶えず神に感謝しているのは、あなた方が私たちの説いた神の言葉を聞いたときに、それを人間の言葉としてではなく、神の言葉として、事実その通りであるが、受け入れてくれたことである。そしてこの神の言葉は、信じるあなた方のうちに働いているのである。兄弟たちよ、
あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に倣うものとなった。すなわち彼らがユダヤ人たちから苦しめられたと同じように、あなた方もまた同国人から苦しめられた。ユダヤ人たちは主イエスと預言者たちとを殺し、私たちを迫害し、神を喜ばせず、すべての人に逆らい、私たちが異邦人に救いの言葉を語るのを妨げて、絶えず自分の罪を満たしている。そこで神の怒りは最も激しく彼らに望むに至ったのである。兄弟たちよ、私たちはしばらくの間、あなた方から引き離されていたので、心においてではなく、体だけではあるが、なおさらあなた方の顔を見たいと切に恋願った。だから私たちはあなた方のところに行こうとした。ことにこのパウロは一切ならず行こうとしたのである。それなのに私たちはサタンに妨げられた。実際私たちの主イエスの来臨にあたって、私たちの望みと喜びと誇りの冠となるべきものはあなた方を他にして誰があるだろうか。あなた方こそ実に私たちの誉れであり喜びである。テサロニケ人への第一の手紙第三章。そこで私たちはこれ以上耐えられなくなって、私たちだけがアテネに留まることに定め、私たちの兄弟でキリストの福音における神の道路者テモテを使わした。それはあなた方の信仰を強め、このような困難の中にあって動揺する者が一人もないように励ますためであった。あなた方の知っている通り、私たちは困難に遭うように定められているのである。そしてあなた方のところにいた時、私たちがやがて困難に遭うことをあらかじめ言っておいたが、あなた方の知っているように今その通りになったのである。そこで私はこれ以上耐えられなくなって、もしや試みる者があなた方を試み、そのために私たちの労苦が無駄になりはしないかと気遣って、あなた方の信仰を知るために彼を使わしたのである。ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛とについて知らせ、またあなた方がいつも私たちのことを覚え、私たちがあなた方に会いたく思っていると同じように、私たちにしきりに会いたがっているという吉報をもたらした。兄弟たちよ、それによって私たちはあらゆる苦難と困難との中にありながら、あなた方の信仰によって慰められた。なぜならあなた方が主にあって固く立ってくれるなら、私たちは今生きることになるからである。本当に私たちの神の御前であなた方のことで喜ぶ大きな喜びのために、どんな感謝を神に捧げたらよいだろうか。私たちはあなた方の顔を見、あなた方の信仰の足りないところを補いたいと日夜しきりに願っているのである。どうか私たちの父なる神ご自身と私たちの主イエスとがあなた方のところへ行く道を私たちに開いてくださるように、どうか主があなた方相互の愛と全ての人に対する愛とを、私たちがあなた方を愛する愛と同じように増し加えて豊かにしてくださるように、そしてどうか私たちの主イエスがその全ての聖なるものと共に来られるとき、神の御前にあなた方の心を強め、清く責められるところのないものにしてくださるように。テサロニケ人への第一の手紙第四章。最後に兄弟たちよ、私たちは主イエスにあってあなた方に願いかつ進める。あなた方がどのように歩いて神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また今歩いている通りにますます歩き続けなさい。私たちがどういう教えを主イエスによって与えたか、あなた方はよく知っている。神の御心はあなた方が清くなることである。すなわち不貧乏を慎み、各自気をつけて自分の体を清く尊く保ち、神を知らない邦人のように情欲を欲しいままにせず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり騙したりしてはならない。前にもあなた方に厳しく警告しておいたように、主はこれらすべてのことについて
報いをなさるからである。神が私たちを召されたのは汚れたことをするためではなく清くなるためである。こういうわけであるから、これらの警告を拒む者は人を拒むのではなく聖霊をあなた方の心に賜る神を拒むのである。兄弟愛については今更書き送る必要はない。あなた方は互いに愛し合うように神に直接教えられており、また事実マケドニア全土にいる全ての兄弟に対してそれを実行しているのだから。しかし兄弟たちをあなた方に勧める。ますますそうしてほしい。そしてあなた方に命じておいたように努めて落ち着いた生活をし、自分の仕事に身を入れ手から働きなさい。そうすれば外部の人々に対して品位を保ち、また誰の世話にもならずに生活できるであろう。兄弟たちよ、眠っている人々については無知でいてもらいたくない。望みを持たない他の人々のようにあなた方が悲しむことのないためである。私たちが信じているようにイエスが死んで復活されたからには、同様に神はイエスにあって眠っている人々をもイエスと一緒に導き出してくださるであろう。私たちは主の言葉によって言うが、生きながらえて主の来臨の時まで残る私たちが眠った人々より先になることは決してないであろう。すなわち主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下ってこられる。その時キリストにあって死んだ人々がまず最初によみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。だからあなた方はこれらの言葉をもって互いに慰め合いなさい。テサロニケ人への第一の手紙第5章。兄弟たちよ、その時期と場合とについては書き送る必要はない。あなた方自身がよく知っている通り、主の日は盗人が夜来るように来る。人々が平和だ無事だと言っているその矢先に、ちょうど妊婦に生みの苦しみが望むように突如として滅びが彼らを襲ってくる。そしてそれから逃れることは決してできない。しかし兄弟たちよ、あなた方は暗闇の中にいないのだから、その日が盗人のようにあなた方を不意に襲うことはないであろう。あなた方は皆光の子であり昼の子なのである。私たちは夜のものでも闇のものでもない。だから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎んでいよう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うのである。しかし私たちは昼のものなのだから、信仰と愛との胸当てを身につけ、救いの望みの兜をかぶって慎んでいよう。神は私たちを怒りに合わせるように定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによって救いを得るように定められたのである。キリストが私たちのために死なれたのは、覚めていても眠っていても私たちが主と共に生きるためである。だからあなた方は今しているように互いに慰め合い、相互の徳を高めなさい。兄弟たちよ、私たちはお願いする。どうかあなた方の間で老し、主にあってあなた方を指導し、かつ訓戒している人々を重んじ、彼らの働きをもって特に愛し敬いなさい。互いに平和に過ごしなさい。兄弟たちをあなた方にお勧めする。怠惰な者を戒め、小心な者を励まし、弱い者を助け、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪をもって悪に報いないように心がけ、お互いにまたみんなに対していつも善を追い求めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることである。御霊を消してはいけない。予言を軽んじてはならない。すべてのものを識別して良いものを守り、あらゆる種類の悪から遠ざかりなさい。どうか平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるように、またあなた方の霊と心と体とを完全に守って、私たちの主イエス・キリストの来臨の時に
責められるところのないものにしてくださるように、あなた方を召された方は真実であられるからこのことをしてくださるであろう。兄弟たちよ、私たちのためにも祈ってほしい。すべての兄弟たちに清い接吻を持ってよろしく伝えてほしい。私は主によって命じるこの手紙をみんなの兄弟に読み聞かせなさい。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にあるように。